おお、ズボン飛ばされてきましたね。吸ったら捨てる、捨てへんのやったら。からな、どんだけ集めれるか集めれるかっていうやつやからな。見てよ、すごいウサギぴょんぴょん。注射器発見しました。ハリケーンのハリケーンの影響でズボン飛ばされてきましたね。これ誰か脱いで帰りましたね。ハリケーンでゴミやな。ゴミです。ゴミと認定しましょう。お、ありがとうございます。いいよ。なんか服多いですね。これ何？タンクトップかな。タンクトップ。お、可愛らしいゴミありました。ゴミじゃないです、自然に帰ります。これ自然のやつですね。はい、あ、ありました。こういうの、こういうのダメですよ。こいつ捨てるやつは飲食すな、言うてます。これガラスとかも落ちてます。気をつけてくださいね。あのビーチは裸足で歩いてはいけません。あの靴下履いてください。可愛らしい。誰がつけたのかわからないので一応ゴミにしちゃい、ゴミにしちゃおう。ゴミですね、これは。すいません、なんで謝ってるんです。ガラスが怖いな。これね、何かしらのワイヤーですね。フルーツミックス食べたら捨てる。お願いします。電池もね、捨てます。これはゴミですか？これですか？ゴミです。ゴミですね。はい、そっち行きます。これ捨てましょう。ゴミか所持品かちょっと難しいから。ゴミです。タバコのケースもありましたね。吸ったら捨てる、捨てへんやったら吸うな、こういうことですわ。アホが多いです。あ、お、ジュールもありましたね。これはね、こっちの電子タバコ的な水蒸気タバコですね。吸ったら捨てる、吸わへんやったら吸うな。なんかちょっとおかしくなりましたけど、やらせてもらってます。やらせてもらってます。なんかそっちどうですか？タバコだらけや。吸ったら捨てる、捨てんやったら吸うな。やらせてもらってます。パス。タバコが多い、非常に。ここだけで4個。もうマナーの問題からな、これは。ほんまに。吸ったら捨てる、捨てへんやったら吸うな。こういうことですよ。こういうことですよ。じゃあ次行こうか。ちなみにダイヤモンドヘッドでどれぐらいゴミ取れました？5分の1ぐらいかな。5分の1ぐらい。服が多いな。せやな。衣類。あとタバコ。おい、一言言うたら。せーの。吸ったら捨てる、捨てへんやったら。せーの、吸ったら捨てる、ポイ捨てすんやったら吸うな。こういうことですよね。こういうことや。こういう感じでやらせてもらってます。だからタバコが落ちてるってことはありえないことです。そうです。見て、足元もう一個ありました。ありがとうございます。そうです。こういうやつは吸うな、アホ。アホが多いです。アホ。次のポイントはどこですか？これ、これカイマナビーチっていうところですね。ちょうどダイヤモンドヘッドとワイキキの境目ぐらい。そうですね、間に来ております。行きましょう。レッツゴー。あれでいい？お願いします。お願い
ちゃんプラスチック。お菓子が多いですね、ここは。比較的多分あるやな、パーティーとかしてベイビーシャワー的なやつしてた。そうやな、入ってる。まだ中食べてないです、これ。ほやほやですか。食べへんのやったら捨てんの。捨てへんのやったら食べるな。結構ここあれですね、あの誕生日パーティーとかよくやってるような場所ですね。まあもうどこ写しても映えますね。スパイダーマンのシール発見しました。スパイダーメン、スパイダーメンです。まあやな、お菓子が多いな。お菓子多い、やっぱその場所によって特徴があるな。まあ注射器をしてるよりはちょっとピースやな。ピースやな。ただちょっとゴミは持ち帰りましょうっていう話ね。そうです、注射器もお菓子もゴミはゴミです。ゴミはゴミ、ゴミ、ゴミはゴミ。これ見てください、サーフボードに塗るワックスです。自然に帰りません。使わんねやったら捨てんな。使い切れ。はい、言わせてもらってます。言わせてもらってます。ちなみにあちらがもうザ・ワイキキのワイキキですね。あ、ストロー落ちてんで。タイレメンをしてました。タイレメンのカップです。タイレメン、こうでもあれやん、タバコは少ない。タバコ少ない。お菓子とか、お菓子が風船とか、なんか言うの、風船とか。ヨガやってます。マスクですね。あ、これはあかんな。捨てやんと使え。でも最近めっちゃ海の中にさ、マスクとか増えてるやん。これもマスクやな。マスクで使ってますよ。使ってますよ。あ、ありました。これね、メガネ。メガネのレンズ。アホですか？どこ見てるんですか？ビーフジャーキー。ビーフジャーキー。ビーフジャーキー。オリジナルですね。オリジナルより美味しいけど、こったら捨てろ。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ。お疲れです。お疲れ。お疲れ様です。今、2箇所回ったんですけど、まず1個目、ダイヤモンドヘッドの下のところ、いつもなんかサーフィンとか行くときにな、そやね、そこ行ったりすんねんけど、比較的にビーチにはあんまりなかったな。なんか服とか多い、うん、そやな。飛んでいった服とか、あとタバコか。そや、タバコと衣類やな、うん、衣類、衣類落ちてるのおかしいけどな。衣類な、まあ、結構でもあそこ風強いから、もしかしたら飛ばされてるかもしれない。飛ばされて行っちゃってるんかもしれない。で、次、2カ所目、ここなんていうとこ来た場所は、カイマナや。カイマナビーチ周辺ですね。まあ、この辺はよく、なんかバースデーパーティーとか、なんかバーベキューしたりとか、で、まあそのせいか、結構そういうバースデー系の、子供のお菓子とか、バルーン。バルーンな。だから、言いたいのはね、パーティーやったら捨てろ。捨てへんやったらパーティーすんな。こういうことですよ。そういうことですよ。これはね、何にでも言えます。何にでも。タバコやったらどうなる？数年やったら捨てろ、捨てろ言うてくる。恋してすんねやったら吸うな。こういうことや、こういうことやね。こういうこと言いたかったよ、ずーっと。ほな、何でもそうやねん。うん、何でも。うん、なんかもしさ、ビールのカンカンとか落ちたらさ、飲むんやったら捨てろ。恋してすんねやったら飲むな。こういうこと言いたかったよな。そういうこと言いたかったよ、ずーっと。もうやってるうちにイライライラしてくもんな。イラ1個多いねん。おいおい。イラ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 でええねん。イラが2個多いんか。でもそういう話よな。聞いてたらもうほっこりしてきた。もうほっこりってね。ほっこり、それはどういうあれしたい。え、でもほっこりしただけ。ほっこりしただけ。そうそうそう。まあということで今回はビーチと公園、公園クリーンですね、をお掃除させていただきました。ね、一応ね、こうビーチパークとか言われてるところにはゴミ箱があるんで、うん、そちらの方にね。そう言われてないとか、逆にゴミ箱もトイレとかもないんですけど、うん、ビーチパークって書いてあるところはトイレ、ゴミ箱は設置されてるはずなんで、そういうところに捨てていきましょう。はい、じゃないと、もうカンカンですよ。うん、カンカンや。コンコン、コン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 ですよ。ちゃうな、ちょっとしっくりこへんね。ポンポンポンですよ。ポン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 。あ、ポンポンないない。あ、ポンポンないない。ポンポンないないから。あ、ポンポンないない。じゃあ最後に、チャンネル登録とグッドボタンとコメントがあればコメント欄にお願いします。お願いします。お願いします。それでは。